お化け屋敷のオープニングの様子ましてプレイベントということで、オープニングイベントセレモニー、後ほどテープカットをしますので三河健一さんが、歌謡ショーを行います。すでに1000人から2000人ぐらい商店街人が集まりつつありまして、大変な人混みです。これが全部お化け屋敷に入ってくれればこんなに嬉しいことはないんですが、商店街の経済効果はかなりあるものと思われます。ちょっとすごいことになってますね、現場が。しんどい。すごいたくさん人がいます。猪木対アクラムペルワンのような感じでしょ。ちょっとひど、ちょっと大丈夫なのかな。それぐらい人が集まってますね。